1973年の南海ホークスでは、1973年の南海ホークスの動向をまとめる。この年の南海ホークスは、野村勝也選手兼任監督の4年目のシーズンであり、1966年以来、7年ぶり12度目のリーグ優勝に輝いたシーズンである。このシーズンからパリーグでは、前後期の2シーズン制が導入され、前期は南海が優勝し、 後期は半球が優勝。前年オフに富田勝を放出して巨人とのトレードで獲得した新戦力山内慎一が20勝8敗防御率3.30松原秋生が7勝7敗防御率2.87と活躍した。後期の難解は対半球0勝12敗1分と全く振るわなかった。両者対決のプレーオフでは誰もが半球有利と見ていたが ここで、南海は意地を見せ3勝2敗で乗り切って見事、リーグ優勝を決めた。あまりに予想外の出来事に、死んだふり優勝とも言われたが、野村監督は、死んだふりではない。それだけ半球とは、力の差があっただけだと振り返っている。南海のシーズン勝率は3位で、パリーグにシーズン制の10年間で3位以下のチームが、優勝したのはこの年の南海だけである。 なお同年の日本シリーズでは、川上哲司監督率いる巨人との対戦となったが、初戦を勝った以外打線が、巨人投手陣に封じられ、さらにエラーなどから失点を重ねるなど、投打ともに精裁を欠き一勝4敗で敗退。野村監督が日本シリーズで胴上げされるのは、それから20年後の1993年に、ヤクルトの監督として当時日本シリーズで無敗だった。 西武を4勝3敗で破るまで待たなければならなかった。野村監督と当時の愛人だった幸チ夫人との間にこの年、待望の長男、野村勝則が大阪で誕生した。優勝はプレーオフで決定。2位以下はプレーオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。